クラスには数少ないメガネ仲間だと思っていたのもあるけど、挑発のあのミステリアスな雰囲気でも、渡部、今の楽しそうな宮村くんもまたよし。たまに宮村くんたちってホラーの話してるでしょ。でももちろん俺もそういうの好きだよ。本当？そっか、宮村くんも好きか。そっか、一緒だね。おすすめの本まだあるんだけどね。宮村くん、聞いて聞いて。ちっち、今日茶碗蒸し作っちゃった。堀さん、ストップ。渡部臭い。なんで渡部くんの匂いなんて知ってんの？こんなこともあろうかと控えておいたのさ。どんなことだ？もし堀さんが別の人といた時、俺それ分かんないじゃん。いないもん。いや、いないもんじゃなくて、もし堀さんが石川くんとか会長とかと一緒にいても、堀さんみたいにそんな匂いで分かんないから。石川はまだいい方だって。うちなんか音楽流してるだけでたまにコード引っ込む。変に期待しないでほしいよな。自分なりにやっているけどさ。なんだ、コントローラーなら返さなくていいよ。家にまだあるし。目を閉じてください。言ってもしょうがないから言わない。早く目を閉じろ。貴様が一番近づきそうだからな。誰に？どういうこと？うるせえ。誰もが聞きにくいことを聞いてもいい？今宮村くんフォルダに保存するから待ってて。待て、宮村フォルダって何？怖い。でも宮村、彼女いるよ。ごめん石川くん、言ってる意味がわからない。キモい。いやダメだ、友達のことキモいとか思っちゃダメだ。一緒にやろうよ。石川くん、今もし僕の上に直径2キロの隕石が落ちてきたとしよう。匂うと渡部の匂いが。その、いまいちわかんないんだけど、渡部くんが近づいた痕跡が。なんて言ったって渡部は他の男と比べ物にならないほど宮村に強い興味を持ってるからね。してくれるのかと思った。暴力でも振るってくれるかと思ったのに。いつも半端に期待させる。何、また喧嘩したの？もう今回は俺絶対に謝んないよ。おはよう。宮村反撃。いやいや、宮村のバカ。何を言いたいことがあるなら言いなさいよ。もうほっとムカつく。俺は今回堀さんが謝るまで譲らぬ。男らしい。さあ、女関係のことでもないし、そんなに怒ることないじゃん。男も危ないでしょ。別れればいいじゃん。なんでよ。宮村くんがもう京ちゃんのこと何とも思ってなかったら寝る。ぶっ殺すぞ。何やってるんだろう私。バカみたい。ごめんって言うだけじゃない。堀知らね。え、さっきの授業いなかったし、もう来っぱなしだし、外冷えてきたし。はあ、え、外いたし。私のことなんかどうとも思ってないんでしょ。は、いつもそこにいるとは限らないんでしょ。もう嫌いになったんでしょ。何泣いてる。だっていつも顔見せてよ堀さん。わあ、堀さん泣いてる。泣いとるズビズビ泣いとる。恥ずかしい。あと堀さんが考えてる以上に俺堀さんのことが好きだからさ。そう簡単に嫌いには